はいどうもこんにちは。こんばんは、おはようございます。皆さんお久しぶりです。いやー、どうしてこうなっちゃったんですかねー。シャムガメスは帰ってどうぞ。ガメスとかゴジラにいそう。わかり。ゴジラといえば今年の7月末に、新作新、ゴジラ公開ですよ。両つべにトレーラー公開されているので、よかったらチェックしてみてな。トレーラーといえば、BF 最新作発表されましたね。新聞開始。そういえばそうだな。ウプ主はもともと FPS 中なんですよ。おそうだな。ウプ主は、CODMW3 から入って BF3、BO2、BF4、CODG、デスティニー、レインボーシックスとやっておりました。鼓動ゴーストで切ったのがよくわかるな、わら。ウプ主は現実思考なんです。BO2 で架空武器で敵たあたりからあれでしたね。ほう。ちなみに MW3 では XM25 で VV 言わせてました。芋掘り楽しい。ごっぱ。まあそんなことはどうでもよくてですね。はいはい。BF の最新作が発表されましたね。よし、そろそろいいかな？それでは BF 情報タイム。いやうん、ゲームジャンル違うからね。ここ何の動画だよ。雑談。違うんだよな。まあまあ、いいじゃない？そういうもんかのう。で、時代設定がなんと第一次大戦ということでして。ウプ主も驚愕とともに現実戦を楽しめるという喜びを噛み締めておりますが、ほう、どうなるかとても楽しみです。トレーラーに出てきた戦艦はビークルとして出されるそうですよ。会話ばっかり夢中になって弾が当たってないぞ。おっそうだな。というわけで、第一次大戦の勉強を始めようと思いました。あんまり興味深く勉強するところじゃないからな。まあ、BF の話はこれくらいにしておいて、いつもの謝罪タイムですか。当たり前だよな。今回投稿が遅れてしまったのはですね。何ですか？塾です。デデドン。いや今年度に入ってもう受験生ということで塾に通わされています。まあ、自ら望んで通ってはいるのですが、なんで今の IS に当たったん？しかも弾かれたし。ざまあ。そんで、いつも動画編集やってた土日が塾で埋まったり、あとゴールデンウィーク中は部活の遠征と大会が立て続きにありましてですね。まともに時間が取れなかったのです。おーん。あと皆さんお察しの通り、これから投稿ペースはブンブン落ちていきます。楽しそうに言ってんじゃねえよ。は？ IS に弾かれたからベラルーシ爆撃確定。いや意味わかんないから。一次試験のいわゆる、受験は11月初旬に終わって、1月に二次試験の面接があるので11月過ぎれば投稿ペース戻るかもしれません。ほーん。おう、弾がこっちに飛んできた。くらい IS。打ち切れそう。まあ、自体は切れたけどな。誰がうまいこと言えとわらわら。ニコニコかよ。みんなこの動画見てニコニコしてね。こんな投稿ペースくっそ遅い動画見ても。あ。いやーまあ不可抗力ってもんじゃないっすか。そっすね。そういえばこの前、東方オーケストラ聞きに行きましたよ。ほう。いやもう終始鳥肌立ってました、わら。オーケストラってなんかいいよね。すごい来るものがある。知ってる曲だとなおさらね。そこに東方の相乗効果。ウプ主は17会場の方に行ったんだけど、13会場の方は神主が来たみたいですね。マジか。その代わり、ウプ主の時は曲目にない曲を2曲演奏してくれました。何やったん？デザイアドライブと、なんだっけ？は？忘れたのか？忘れましたね。いやほんと思い出せないわ。思い出せないなぁ。もしかしたら1曲だけだったかな？いやでもそれはないんだよなぁ。一緒に行ってた友達に曲目にない曲2曲やってくれたねって話したしなぁ。まあ、結局素晴らしかったです。よかったの。ほんと最高っすわ。そんでつい最近の日曜日に、第13回白霊神社霊大祭に行ってまいりました。やったやん。ここで、サークル名出していいのか知らないから、言うのは控えるけど CD4 枚と同人誌に2冊買いましたね。事前チェックが足らずに、あまり買えなかったのが本音。ああ。ツイッターで委託しますかって聞いたら申し訳ないですよ。まあどんまい。本当に残念だ。喉から手が出るほど欲しいってこういうことなのね。すっげえ欲しいやつあったのに。っていうかワールドオブタンクスの動画で何の話してるんだろ。はぁ、戦車に決まってるんだよな。明らかに東方の話だったよね。ウィス。オン。じゃあ戦車の話します。じゃあってなんだよ。それが当然なんだよな。この前作った妄想駆逐ツリーが結構評判良かったので、ワールドオブタンクス日本軍ツリーの自走砲ルートも妄想しちゃうぞ。あわよくば運営に送りつけちゃうぞ。大作戦決行します。イエール大学。
よく考えたら自衛隊が自走砲作ってるから駆逐より作りやすいっていうね。そこは盲点だったな。あ、最近の動画で SEK フリソ使わないのは時間がないからです。ご了承ください。BGM については賛否両論あるみたいなので気分でやります。今回は入れてないですね。自走砲の件だけど、車両はどんな感じ？詳しくはお楽しみということで。今候補に上がってるのは、帝国陸軍8両、自衛隊2両。でも、例の300ミリ組込みだから他の車両も模索しないと。まあ、300ミリはないな、わら。欲しいんだけどね。駆逐よりはなんとかケアに合う車両になってくれそう。火力調整とか精度調整すればいくらでも強くなれるからな。まあ、それはそうだけどね。さて、敵は残り約半分。やったぜ。おめおめ。戦中、T43、CDC。CDC いた。榴弾込めるとかいう愚かなことはしない。チリ見かけた瞬間榴弾入れる奴は絶対殺します。はっはっは、離体吸収じゃ。強い。あとはどっちから仕留めようか。裏取りして CDC 沈めるか。どうしよっかなー。ダメだったか。っていうか今弾いたな。うん、61結構弾くよ。1試合に2回くらいは弾くようになってきた。かなり強い。やったじゃん。私嬉しいわ。そんじゃ T43 あっち向いてるんで CDC 殺そうか。あ、あいつ死んだわ。あと一発じゃあ。味方に取られるフラグ立てんなよ。ほらリベレーター動いてるじゃないですか。やだー。それを見越して前進をしているのだよワトソンくん。いやお前ぶっちゃけシャーロックホームズ知らないだろ。知らないです。じゃけんあの自走砲ぶっ飛ばしましょうねー。61って単発高いよな。105ミリのくせにいい単発してるよね。やったぜ。ボキャヒンオツ。はぁ辛辣。拠点イモイモ T29 2機は秒で殺す。秒では殺せません。ネタにマジレスかっこ悪い。直す、治癒魔法。は、またお前か。ダメだこや。あ、WN8、6000乗ったんでウィッス。まだ足りぬ。な、なんだってー。はいオツでした。オツオツー。スウェンス駅、普通に喋れ。戦績、それでよし。マスターバッチ1です。大口径右のわっかんない。わからないのか。まあ、多少はね。よだめ4790でトップです。戦闘経験値1226。我が軍は圧倒的ではないか。あ、はいそうっすね。こんな感じ。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。